はい、今回からですね、恐怖の弾き語りなんですけども、まあ、ベースを入れてちょっと、まあ分かんない、ご希望があれば何曲でも撮るんですけども、まあ全部ワンパターンかツーパターンか、スリーパターンかですね、ちょっと分からないんですが、まあ今日第1回目で。恐怖の弾き語りはですね、もうすごいいっぱいご覧いただきましてですね、もう250本超えましたので、はい、こんだけやってあればもうね、分かると思うんですけども、ね、ただ曲としてはですね、やっぱこれ全部ですね、こうやってやるとですね、同じ曲でもまたね、ルル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 、だからですね、100回違うわけです。100回演奏すれば100回違うということで、もう何回も喋ってんですけども、今までですね、長いことを言ってきたんですけど、YouTube 2012年から始まってですね、はい、それでですね、だから認識していただいている方も、もしかしたらもう10年以上やっておりますので、いらっしゃるかもしれないんですけれどもですね、はい、そういうことでですね、この編曲ですね、編曲についてもちょっとこうまとめて、この説明欄のところにですね、全部やっております。はい、で、わざと同じ曲をちょっとやってみてですね、で、またこれからもやってもいいんですけども、微妙な違いをですね、今のもですね、この運命のルーレットをですね、もう恐怖の弾き語りで撮ってありますので、名探偵コナンのね、再生リストを作りましたので、そちらをもう説明欄に書いておきます。はいはい、で、これからもね、増えていくと思いますので、どんどんですね、あの先生がね、あの先生が、楽譜の先生がですね、名探偵コナンやってくださったんで、ちょっとあれをやんなくちゃ、なんて曲だっけな、なんて曲、なんか面白いやつですよそれをやんなくちゃいけないんですけれども、はい、それでですね、このピアノでですね、今このベースをちょっと今これに録音できるってことで、前から説明してますけども、ちょっとそれでですね、ちょっとやってみましょう。はい、まずピアノでちょっと軽く弾いてみると、これですね、ずっとメロディ弾かなくてもいいし、アドリブでもいいわけですね。はい、で、今ちょっとこれワンコーラスしか入れてないので、ツーコーラス目はアドリブでやるとかですね、いろいろできるわけですね。このどのぐらい録音できるのかな、結構できると思いますので、30分分できるかどうかちょっと分かんないですけど、ここまでやったことないですけども、結構できると思いますね。で、もうこっちのこういうなんか DTM とかシンセサイザーとかを使えば、もっとね、もっとできますよね。でも1時間はちょっと厳しいのかな。でもそうなるとやっぱ DTM のパソコンの方がいいと思いますけどね。はい、で、それはちょっと私はできないもんですから、できるかもしれないんですけども、
これが親分ですね。親分ですね。はい、あのやる気がないもんですから、あの手で引くことをやりたいんですよね。で今のようにですね、ちょっとこう引いていただいてもいいですし、まあこれもですね、今こうリズムがないのでですね、うん、あのリズムもあればね、もっと楽しいかもしれないね。ただまあこの例えばこのリズムありますけども、ついてんですけど、これってですね、やっぱり面白くないんですよ。面白くないんですよね。あ、すぐ飽きるんですよ。最初はちょっと面白いですけどね。だから、そういうことでですね、まだまだこっちの自分で手で弾いたやつの方が、まだちょっと飽きないっていうかですね、うん、それってわかると思うんですけどね。ですから、うん、こういう、まあ、ちゃんとしたベースじゃなくても、あの人間が弾いた音っていうのはもう正確じゃないわけですよ。正確、うん、これはもう完全に狂いがないですよね。だからあのそういうことなんですよ。やっぱりちょっと狂ったりする方が人間味が出るわけですね。あのあと音の強弱とかですね、ダイナミックレンジとかですね、いろんなことですね。はい、それでまあまあそんなことわかるよと思うと思うんですけども、そういう感じでですね、これまあ第1回目ということで、まあ、あの1回で終わるかもしれないんですけど1回で終わるかもしれないんですけど、まあまあわかんないですね。うん、またコメントとかあのいろいろいただければですね、今はあとこの今のはこのベースがですね、こういうパターンですね。だからあとこれがこういう、こうやったらもうまだまた違う編曲じゃないですか。例えばですけどもね、こういうふうにやるかどうかはともかくですね。でどこまでもっと複雑なベースラインとかですね、まあだから普通にベースの人とやればいいわけなんですけど、はい、だから2回目があるかどうかわかんないんですけどね、そういうことでですね、あとはですね、このバッキングですね、バッキングのあのあれになればだなと思ったんですよ。でそれをちょっとやってみたいと思います。はい、例えばなんだろう、ちょっとこうスタッカートのバッキングですけども、今度伸ばす方のバッキングでちょっと伸ばすっていうかですね、まあだから、まあ、無限になっていくわけですね。はい、
トマトも手が勝手に弾いていくので、あのはい、さっきと少し変わりますよね、感じが。ちょっと喋りながら弾くの大変です、これ。まあ大体が伝わればいいと思うんですけども。全部やんなくてもいいと思うんですね。あの、なんか伝わりましたでしょうか。はい、ということで、まあ、アレンジっていうのはこういろいろになっていくわけですよ。でこのベースラインが変わればさっき言ったように全然変わりますしですね、はい、そういうことで、まあこれちょっとこっちのもう一回録音しましょうかね。このライン取りのやつでですね、どうしようかな、うん、まあでもあまり面白くないかな、この動画でいいですね、うん、まあ、ただ単に音楽をねこう録音してもね、なんか面白くないじゃないですか、もうまあ面白くなくてもいいんだけどいいんですけどね、なんかが伝わればいいんですけどね、うん、はい、そういうことでですね、はい、まあこれはですね、まあ、ピヨピヨ譜面っていう、ピヨピヨ譜面はですね、ピヨピヨ譜面をもういっぱい説明してあるので、この説明のとこでやってますので、はい、ピヨピヨ譜面はこういう風、ドゥルル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 、だからこれなんですよ。でこれができたらこう今勝手に手が引いてくパターンでですね、うん、それはどうやったらっていうことなんですけど、うん、まあ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 できますよ、うん、できますよできますよとか言ってですね、はい、でいろいろ今までねピアノが弾けるようになる方法とかいろいろ説明してきましたのでですね、ピアノ やられたことない方はですね、まあ今のは別に難しくないですね、簡単ですよね、別に手早く動かしてるとかないですよね、全然ね、うん、なんかあとはこうまあちょっとしたコツっていうか、うん、あとこういう、うん、こういう、まあこの曲こういうスイングっていう、まあこの曲ではやんないと思いますけどね、うん、そういうのをちょっとこうやると、そういうなんかこうまあ合いの手っていうかですね、こうスチャッスチャッスチャッとかですね、そういうのですね、あとフュージョンとかですね、そういうの聞くとですね、いろいろ出てくるのでですね、わかるわ。うん、だからまあいろんな音楽を聴いていろんな音楽を弾けばできるようになると思うのでですね、で一番最初がこれだったから、まずこれができないとですね先に行かないのでですねあすいませんはい、どうもすみません、はい、ということでそれがピヨピヨ譜面でございますあとはですね、まあ楽譜普通に買ってですね、あ声がおかしい、まあいろいろこうパターンを盗むというかですね、うん、だいたいもう、うん、やっていけばわかると思うわけですね、はい、で頭の中ではわかるんですけども、それとこう自分でやるっていうのとはですね、あと違うんですよ。あとですね、クラシックの方とジャズの方っていうのは
私はそのジャズはそんなできないですけども、レガートに弾かないんですよね。だからですね、これクラシック、ちょっと難しいの、どう、この曲でやるの難しいかな。だからクラシックしかやったことない人はですね、こう何でもこうレガートに弾こうとするんですよ。でもジャズから入った人は、なんか分かりますか、この強かったり音が弱かったりするわけですね。均等じゃないんですよ。だからクラシックだけの方はですね、それが、できないわけじゃなくて、やってないってことなんですよね。だから それでこういうポピュラー音楽を弾くとですね、違和感があるんですよ。わかりますでしょうかね、これね、ちょっとした違いなんですけど、この方はピアノ上手だけど、クラシックの人だなっていう感じに なるわけですね。でそれが、結構わからないで弾いてる方が多いので、もちろんピアノは上手ですよ。ピアノを弾くことは上手なんですけども、なんかですね、こう違和感があるっていうかですね、やっぱポピュラー音楽とクラシックってやっぱ弾き方がですね、違ってくるわけでございます。そのぐらいちょっと録音しとけばですね、これ運命のルーレットだからですね、ちょっとはね聞いていただく方も多いかもしれないので、そういう感じでですね、もう一回やんなくてもいいですよね。だからこれね、これ手が楽になるわけですよ。曲のね、歌を歌ってくれる方がいるとですね。これだけでいいんですよね。今これ全部ね、全音符ですね。でもずっと全音符だけど飽きてくるから、ちょっと指動かして、でこれ歌いながらやるのは大変だから、歌ってくれる人がいると、このピアノ弾きは自由に弾けるわけですよね。歌がこうない部分とかね、隙間ですね、隙間でこう音を入れたりできるわけですよね。そうするとその隙間で入れた音が毎回違うと違う音楽になるじゃないですか。ぐらいで、なんだかよくわかんない動画ですけれども、なんか伝わったでしょうかっていうことで、ご希望があれば、また第2回目3回目と撮ってもいいんですけれども、なければもうこれで終わるかもしれないしですね、ちょっとわからないですね。ちょっとまた自分でもちょっとね、でももうちょっと何パターンかはやった方がいいかなとは思いますけどね。だから要はバンドでやればいいってことですけどね。でもバンドでもですね、やっぱり完全コピーじゃなくて、やっぱり自分たちのアレンジでやるのが、結構ね、人の曲でも自分たちのオリジナル曲みたいな感じになると思うんですよね。私はですね、それは自由ですよね。だから完全コピーで やるのはそれは、いいわけですけども、やっぱりですね、もうそれこれ何回も言ってんですけどね、やっぱり本物のね、原版にはかね、完成度がかなわないじゃないですか。
だけどこうやってこう人間が出す、難しいですね説明がね、なんとなくわかると思うんですよ。わかる、わかるかな、わかんなかったらちょっとねまたまた動画撮りますはい、どうもすいません、変な動画になっちゃってですね、そういうことなんですよ。はいはい、だからこの曲ですけど、今のはこれ私の演奏ですよ ね、ほんのちょっとですけどね、はい、そういうことですよね。 この CD は発売されてないわけですよ、逆に言うと、まあ、この著作権さえクリアすれば発売もできるわけですね、はい、まあまあそれを売れるかどうかとかもですね、はい、まあ、誰でもですね、こういろいろできるわけですよ、無限なわけですよね、別に特にアレンジを大きなアレンジをしてるとかそういうのはないですけれども、でね、こうやっていやちょっといいんじゃないってこうね思っていただけたらね、ありがたいですけれどもね、だからまああと弾き方ですよね、ということでですね、でこれも今電子ピアノですけども、本物のやっぱグランドピアノでやればまた全然音違いますからね、はいはい、だからまあこんな電子ピアノでもこう表現はできるっていうことなんですけど、少しはですね、少しはね、まああと録音とかですね、いろんなものもあるじゃないですかね、録音が難しいわけですよ、なんか生ピアノはですね、まあまあこれはここからスピーカーから出てる音をこれね、あれで撮ってますけどね、スマホで撮ってるんですけど、はいはい、そういうことでいろいろですね、音楽ってね本当にね、いろいろなんですよ、だからね飽きないわけでございますがね、はいはい、あとはですね、まあいろいろですね、はい、はい、この説明のところにね全部書いてありますので、はい、どうもすいません、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、失礼します。